J.C. ゴンザレス、または、フワン・カミロ・ゴンザレスは、コロンビア出身の俳優兼、シンガーソングライター。2009年に活動を開始し、テキサス州のテレビ CM や広告に出演。またゴンザレスは、MTV のリアリティショー、ベヌードの25人のバイリンガル男性、シンダー候補の中の一人として候補に上がっていた。ゴンザレスは、パークスレクレーション。 ブルーなどの映画やテレビにも出演していた。1990年にコロンビアのボゴタで生まれる。二人の舞帝がいる。ゴンザレスは非常に活発的な,な男の子であったため、テレ元のあだ名をつけられていた。弟の治療のためにゴンザレスは7歳の時に家族と一緒にヒューストンへ引っ越した。ゴンザレスはコロンビアのボゴタにある小学校ギムネジオロスコボスに通い、 テキサス州、シュガーランドの高校クレメンツに通っていた。JC ゴンザレスは彼自身の勢いの凄さから、ポンターゾズでノーティシアスと言われていた。コロンビアのサンタンデールにあるバランカベルメハのホテルさん、カルロスのマネージャーである祖母の性格から来ていると言われている。また、複数のインタビューで、ゴンザレスの弟のダニエルが先天性多発性、関節公縮症という稀な病気を、 ほぼ克服したことで努力なしでは報われないということを歌手の教訓として学んだ。ゴンザレスはエンリケ・イグレシアスとニッキー・ジャムのエルペルドンのオリジナルリミック曲を収録している。また2016年にはゴンザレスがアワキンというタイトルのソロデビューアルバムを準備していた。そのアルバムは英語とスペイン語の歌詞でラテンリズム、アメリカンラップ。 ポップがミックスされている。ゴンザレスはテキサスのテレビ CM で俳優としてのキャリアを始めた。高校卒業後はロサンゼルへ引っ越して CM やテレビドラマでの活動を開始した。フォード、ホンダ、AT&T などのテレビ CM に出演していた。2007年1月、ゴンザレスはロサンゼルでメイキングメニュードのオーディションに参加した。採用されなかったが、 ダンスレッスンを始めて、ダラスで再びオーディションに参加した。ダラスでは、プエルトリ個人の歌手であるルイス・フォン氏と、ラジオアナウンサーのダニエル・ルーナに選ばれ、25名の参加者の一人として、ニューヨークへ行き、ロードツーメヌードシリーズの撮影が行われた。2007年、その後には、同プロジェクトのメイキングメニュードで、新シリーズのラテンボーイズバンドメニュードの審査員の一人に選ばれた。 バンドは、アーバン、ポップ、ロックミュージックの結合で、ソニー BMG エピックレコーズから英語とスペイン語で複数のアルバムを出している。ロサンゼル、ダラス、マイアミ、ニューヨーク市など、複数のオーディションが開催された。ゴンザレスは、ラジオアナウンサーのダニエル・ルーナと共に、ダラス大会に参加し、たくさんの挑戦者が選ばれ、ゴンザレスは25名選ばれた中の一人だった。 ショーの一環として、ゴンザレスは14名の熱心なアーティストたちと一緒に歌やダンスをフロリダ州のサウスビーチで特訓した。ゴンザレスは俳優活動中にウェブシリーズのロスアメリカンズに参加した。他世代に注目し、ロサンゼルに住む中流家庭を描いたシリーズである。このシリーズの中で、ゴンザレスはイーサイ、モラレス、ルーペ・オンティベロス、トニー・プラナ、レイモンド・クルス、 イボンヌ・デ・ラロサ、また、アナビ・ラホネと一緒に参加した。2009年には、ベネズエラ人のインターン生、ジョニー役で、パークスレクレーションのシスターシティのエピソードに出演した。2010年には、ゴンザレスは、カヤローゼンタールのビデオで主演を務めた。また、ゴンザレスは、ロックド、アップ・アブロード、ハード・タイムズ、ハウツ・ーロック、ペアレント・フットにも出演した。 同年ゴンザレスはビクトリアスのエピソードで主演を務めた。テレビシリーズのバングドアップアブロードで JC ゴンザレスはリア・マッコードの兄弟でバングラディシュ空港で麻薬流通のため逮捕される役として出演した。2010年に NBC のコメディドラマシリーズペアレントフットの第2シーズンでゴンザレスはダンサー役として ザ・ベルガー・カマスのエピソードに出演した。同年に、ビクトリアスのエピソードサバイバル・オブ・ザ・ホッテストで、アリアナ・グランデと共演している。ペアレント・フットの第2シーズンでは、UI 団体の若者役として、オレンジ・アラートのエピソードに出演した。その後、2011年にゴンザレスは、ビッグ・タイム・ストライクのビッグ・タイム・ラッシュのエピソードにも出演した。2012年には、 ゴンザレスは、ニコロジオンで2012年2月4日から12月8日の期間に放送された、アメリカンティーンシットコムのハウツーロックのハウツーロッカ、ニュースキャストのエピソードにいじめっこな、フットボール選手役として出演していた。2015年から2018年の間は、アメリカンテレビシリーズのニューオーリンズ、NCIS のブルークリスマスエピソードで、ジェイク役として出演し、 アメリカンドラマシリーズの9から1から1でカイル役として出演。アマゾンスタジオのアメリカンリーガルドラマのゴリアテで DJ ディエゴ・スピズ役での出演などで活躍していた。ゴンザレスは2011年5月開始のインターネットシリーズロス・アメリカンズで注目されていた。2013年にはゴンザレスはウェブシリーズのブルーに出演。また他のウェブシリーズでも2013年のラグドールズ。 などにも出ていた。2015年、ゴンザレスはニューオーリンズ NCIS のブルークリスマスエピソードでジェイク役をしていた。ゴンザレスはテキサス州ヒューストン郊外のシュガーランドで育ち、現在はカリフォルニア州ロサンゼルス在住。ありがとうございます。